こんにちは2020年6月16日分生物遺伝子ウイ免疫医療第28回をやりたいと思います、えー、自然免疫について、えー、学びたいと思います私は講師を務めます船橋市議で予備校講師の朝倉と申します船橋市議としての新型コロナ対応関係の発信は桜 MQR 公式サイトに載せてありますのでどうぞご覧ください さて、えー、本講座は免疫について5回シリーズでやっております。本日はその2回目です。それで、えっと、こういう形で講座全体をやっております。さて、えー、本日の、えー、主役は白血球のグループなんですが、特にその白血球のグループでの中でも、えーまあ、まずは相手を手当たり次第に食べるという、この 球マクロファージ,ジオ細胞これが本日の自然免疫の主役となってきます。えっと、明日、あさってにもつながる話なんですが、えー、外から入ってきた異物を、えー、まずは、好中球などが、えー、パクパクと食作用で食べて、えー、やっつけるのを自然免疫の代表選手として書きました。で、えー、それ以外の方法としては、これを捕まえて、 その細胞の表面の特徴を認識して抗体という槍を飛ばして、えーまあ、あの対抗する体液性免疫それから、まあ、こちらもきちんと細胞の表面の物質の特徴を正確に捕まえて、えー、その細胞自身を攻撃する細胞性免疫というやり方でコロナの2つのやり方を獲得免疫といいまして相手の特徴を見分ける方法ですねそれに対して あのまあえー、相手の特徴を特に見分けない方法、自然免疫と言いますで。ここでは代表選手として、高中級の鈍色作用だけ書いてあるんですが、こういうことなんですね。で自然免疫というのは、とにかく相手を見分けずに、えー、ウイルスや細菌の持っている一般的な特徴分子とか特徴を狙って、まあ、対抗しようとする方法です。一方、えー、明日以降説明するあの獲得免疫というのは、 相手の特徴を見分けて対抗、まあ、していく方法ですね。それでは、えっと、まずその相手の特徴を見分けずにできるその免疫私たちの体を防御する仕組みとしては。 汗や涙や鼻汁や唾液や気道分泌液や腸管粘液あるいは母乳といった粘液ですね粘膜粘液の中に実はリゾチームというのが入ってますリゾチームでこれが最近の細胞壁のペプチドグ,ロカングリカン内の結合を切断する役割をしますでこのリゾチームという言葉なんですがギリシャ語以来の英語でライ,ライシスとカスというのと エンザイム、酵素、溶かす酵素という意味で名前が付けたぐらいであります。で昔あの、まあ、チェッカーズの涙のリクエストという歌がありましたけど、まあ、涙のリゾチームと抑さえるといい,いいんじゃないですかね。涙にはリゾチームが入っている。それはやっぱり目とかあの鼻とか口とかで異物が侵入しやすいところにはその細菌を溶かす酵素があるということです。で卵白にも入ってまして卵が腐りにくいのは このリゾチームのーチムおかげだと言われてますでどこに働くかというと最近の細胞壁のあるところの合成をこの赤い矢印のところなんですね。それとこれは実は本日よりも明日の内容なんですけど、えー、とこの粘液には IgA という、えー、その抗体の一種が入っていることがありましてその抗体の一種はあのーまあ、母乳で私たちを守ってくれるような働きをしております。 ということですね。粘膜で私たちは体を防御しようとしているというのが一、まあ、つあります。それから、えっと、その粘膜免疫であるリゾチームの破綻についてもうちょっと詳しく見ていきますと、えー、最近の講座でやったと思うんですけど、この細菌はグラム溶性菌、グラム陰性菌ともに、ペプチドグリカンという共通構造がありますで。ここはどんな種類の細菌であろうと、血管菌であろうと、破傷腐菌であろうと共通なので、 あのここの特徴を捕まえるとあの細菌の種類を見,あの見分けるまでもなく対抗ができるんですね。でこのペプチドグリカンの合成の様子を見てみるとこういうことだったんですね。で NAG ・ n という2つの糖があってそれを横方向に連結するとえそしてこ,う縦方、まあ、この図でいうと縦方向にアミノ酸を結合して書きがあって。 まあ、それまた結合していくということです。で、ここの、ナムとナグの間のここを切断するのが実はリゾチームなんですね。で、このリゾチームの働きによって、えー、細菌が細胞壁を作れなくなる。そうすると、細菌が自分の浸透圧で、えー、水を吸って膨らんで膨張して破裂してしまうということが、まあ、涙とかの、唾液とかのリゾチームの働きですね。さて、それでは次に、トールライクレセプター。えー 取る用レセプターととといいいうここを説明したいと思いますでこの取る用レセプターの取るという言葉が、ちょっと経過を知らないと分かりにくい言葉なので説明しておきますと、生物の研究,会で,研究では遺伝の研究によく症状灰を使っております。で症状灰で形がどのようにできるかの発生の研究をしていたんですね。で、背と腹を決めるの軸を決める遺伝子を発見したんです。で、この遺伝子が素晴らしいということで発見した研究者が思わずトルと。 叫んんだそうなんです。すごいという意味です。でこの、えー、ということで全く最近、えー、と,とは関係ない世界で発見されたんですが、えー、とこれにそっくりの塩基配列を持った遺伝子から作られるタンパクが 哺乳類で発見され症状外じゃなくて、今度、哺乳類で発見されて、それが本日のテーマである自然免疫に働いていることが分かったので、トールに似てるレセプターということで、トール用レセプターというふうに言っているわけですね。さて、このト,トールライクレセプターの特徴は、細菌の構造、一般に共通の構造を認識すると、で特にパターン認識事業を耐えていまして、えー、完全に共通では、まあ、 すべての,あの物質が共通じゃないんですけど最近、まあ、だったら、えー、同じような構造を持ってるようなあるいはウイルスだったら同じような構造を持ってるというところを認識できるようになってるんですさてえっとまあ実際にこれトールラグレセプターを発現してるのは特に最初にあの外から侵入したものを、えー、対抗するマクロファージとか樹液細胞とか肥満細胞ということなんですけど最近系に対しては 細胞膜表面にその受容体がありまして、この黄色あのあ、えー、黄色じゃなくて緑系のやつをやってるんですね。で、このトールライクレセプターの2というのは、ペプチドグリカンを、えー、表あの認識します。そして、この、えー、4番は LPS、まあ、リポタンパクト、リポタトウというのを、このグラ,ム陽性グラム陰性菌の方が持っている一般的な分子を、えー、認識します。 それからフラジェリンという最近の,、えーまあの持っている弁毛,です、ね、のこれ弁毛ですね。これ、弁毛ですね。これ、人目も比較的書いてありますけど、最近の弁毛の物質です。を認識するものがあります。さて、ウイルスについても、このトールライクセレセプターが認識できるところがありまして、1本差 RNA や2本差 RNA。 などをウイルスが持ち込んできたものを認識していくことがでできるんですでウイルスの場合には、えっと、細胞膜というよりもウイルスを取り込んだあの取り込みの膜のエンドソームという膜の中に受容体があります。さてそのトールライクレセプターで認識した上で細胞がウイルスの増殖を抑えるタンパクをインターフェロンというのを作っていることを分かったんですね。 でまあ、これはトールライクレセプターなどの認識が先に来て、その後に、えーまあとに細胞内で合成されてくるものなんですけど、これがどういう働きをしているか、まあ、1型、2型というのがあるんですが、特に1型が自然免疫に関わってまして、えー、とウイルスのメッセンジャー RNA を、えー、分解すると、メッセンジャー、RNA、を分解したり、あるいはウイルスのタンパクのペプチド差合成を阻止するということを、まあ、発見しました。これ日本人の研究者も 結構関わっててまして今でもいろいろ医療の場面でも、えーまあ、使われているものですのでインターフェロンというのは、まあ、インターフェアというのは妨害するとウイルスの増殖を妨害するという物質という意味ですねさてそれでは次にその実際の自然免疫がウイルスに対してどう働いているかということをコロナウイルスの例で先日薬の働き方のところで説明したと思うんですが まあ、もう一回ここで見てみたいと思います。ウイルスが入ってきたときに、ウイルス抗原で活性化された白血球が、サイトカインという、まあ、物質を出すと、それを受け止めるレセ,レセプターがあるんですねこ。ここですね。ごめんなさい。で、そうすると、ジャックスタッド経路というやつで、えー、できたものが、インポーチンという核内に輸送されるもので輸送されると、これが核の DNA に貼り付いて、さっき言ったインターフェロンを合成させると。 いう働きをしますつまりウイルスが入ってくると細胞の方も自動的に、まあ、自動的にはこういう仕組みでウイルスに対抗するインターフェロンを出そうとする仕組みがあるんですね。でえっと、コロナウイルスの場合にはなんとその、えっと、インポーチンを邪魔することでこの細胞が、えー、ウイルスに対抗するウイルスに対抗できなくなるんですねこ,のこれが輸送されないので,でそれに対してイベルメクチンというものを入れるとまた、えー、その ウイルスが出したこのインポーチンを邪魔してしまうものを阻害することによって、このインポーチンが再び元に戻るので輸送ができて、インターフェロンを合成できるようになるということですね。で、こういう薬剤なんかも自然免疫のところを狙っているということです。それでは次に NK 細胞というのがあります。ナチュラルキラー細胞。で、これは、あのー、20、 えーまあ、さってやります、あのー、細胞性免疫でキラー T 細胞というのが出てくるんですがその、えー、に似たような細胞破壊行為をもあのできるものなんですけどえっとナチュラルキラー細胞と言います、まあ、ナチュラルというのは自然に、まあ、キラーというのは殺すということで自然免疫において細胞を、えー、他の細胞を攻撃できるという意味ですねさてその えー、仕組みはどうかというと自然免疫ですから侵入してきたウイルスの特徴などを正確に見,見極めていませんしかしある特徴を、まあ、狙っているんですね通常の細胞はこれもあさってぐらいにありますけど MHC という細胞表面にその、えー、人だった人と独特の,その、まあ、記号みたいなのを出してるんですねアンテナみたいなものを出してますこれたくさん出してます ところがウイルスとかに感染させた細胞とかがん細胞はこの数が減るんですね。で数が減ったことを認識して攻撃する。逆に言うと、普通常の細胞はこの,この数が多いので攻撃が抑制されているという仕組みがありまして、これであの一般的なウイルス感染細胞、初期の段階で自然免疫で攻撃することができるということですね。でこのナチュラルキラー細胞ではよくあの、まあ、ネットで、えー、NK 細胞、 笑笑いいいとででも入れてくださいあの空白で笑いで実は医療の世界で、えー、医療例えばその病棟で落語会をまあこれはあの感,感染をあの、まあえー、がないような状況というのが前提だと思うんですがあ病棟とか病院の待合室で落語とかコンサートを開くとでそうすると NK 細胞笑いを、えー すると NK 細胞が上昇してそれが免疫の向上につながるという研究は結構あるんですけどその笑いによって上昇し人の免疫力を上げるというのの典型的な例としてこの NK 細胞というのがあります。さてで最後にあ,のあさっての話もつながってくるんですがマクロファージ上細胞マスト細胞が出して仲間をどんどんと同じリンパ球のグループを呼び寄せるというのがありまして。 あのこういうものが出されておりますということですね。で本日の最後まとめですがあの自然免疫というのは、まあ、相手の特徴を見分けることなく、えー、攻撃、まあまあえー、と相手にとっては攻撃ですね人体からすると防御ができるとでそれは、まあ、ちょっと最初あの当たり前すぎて集落しましたけど基本は食作用ですね。 球とかのマクロワージとか樹状細胞とかマスト細胞というのが、えー、とにかく細菌グループなどをパクパクと食べていくということです。それと、えー、とまず粘膜で守っていること、それがトールライクレセプターという細菌ウイルスの共通の特徴を見分けて、えーまあ、攻撃するタイプ、それからインターフェロンという、まあ、ウイルスの、えー、に対する防,防御物質が出たり、NK 細胞だったり、他の 白血球の仲間を呼び寄せる炎症性サイト会員などがあるということですね。ということです。では、明日は、えー、いよいよ獲得免疫、その相手の特徴を正確に捕まえた上で、えーまあ、相手に対して攻撃、人体側からすると防御する仕組みである獲得免疫についてやってまいりたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。